聞いてみよう。任せてください。バッドミメティクス、デカブーツ出撃。あんこにチェーンに飲まれろ。燃えろ。さあ、あ、転んじゃった。やっ、ボーいっそ。世界がより鮮明に聞こえた。こんな場所に月が、一体どういうことだ。無感謝だと、奴の周波数まで組み直せるというのか。
機が無感謝の周波数を吸収し新たな化け物を作り出したというのか。まるで湾島の戦いの時のように。これでどう？行くぞ。この光で。良きに剣術だと。ふざけやがって。これでどう？止められるものか。奴の遠距離攻撃に気をつけろ。うまく回避するんだ。漂白者、気づいたか。奴らの攻撃、明らかに月を避けている。つまりあの月こそ奴の急所。勢いが弱まった。ここは俺が食い止める。お前は木を見てコアを攻撃するんだ。まさか俺の流走まで再現するとはな。月まで反撃の時だ。はっ、行くぞ。
これでどう？影に溶ける。これも音の力だ。静寂に沈め。これからだ。油断した。しまった。未来のために。これも音の力だ。消える。これでどう？反撃の時だ。火を待つのみ。交代はしない。これでどう？風に乗れ。これも音の力だ。ギャップ。はい。あ、クンクン。あの戦争の名式が逃げたのか。脅迫者、そいつは。もうここは持たない。詳しい話は出てからだ。大事にしないと。前回の続きから。押し寄せる残像をたった一人で食い止める羽毛の髪の少女。少女に危機が迫る時、重なる雲の切れ間から高光たる光の柱が差し込んだ。もやも残像もなぎ払う光の柱。そして光に当てられた巨像から現れる二つの人影。脅迫者と紀炎将軍。二人の歩みは巨岩を崩落させ、無双戦士の野望は破綻した。よどんだ闘争の空気が一掃され、陛下も病んだ。事の成否はいつだって天意でなく人の営みによるのだ。一時の失意はあれど、打開しようとする者はいる。
して星々の降る野原に竜の怒号を聞いた。今はそれに帰類する凱歌が響き渡る。この先どうなることやら。だがそれを語るにはまだ早い。